皆さんこんにちは、エビサーです。エビチャンネル、今回は東京航空楽団ファゴット奏者酒井由香さんにお越しいただきました。こんにちは。はい、ということで酒井由香さんは同じ茨城県出身ということで、はい、前にね一回茨城トリオを水上くんとやりましたけれども、今回はもうコロナ前にやったから4、5年ぶり。4、5年ぶり、怖いですね。に草津音楽祭でたまたま会いまして共演しております。はい、ということで今回は、アマチュアの人も結構興味がある楽器セッティングを聞いていきたいと思います。使ってる楽器はヘッケルですね。はい、これは何番台ぐらいですか？これは1万5000番台の後半です。1万5000番台っていうと何年前ぐらいですか？今これ買って10年目ぐらいですね。10年目ぐらい、はい、今っていくつぐらいまでいって1万6000ぐらいって。今6000入ってますね。どっちかっていうと吹奏感はどういう感じなの？この楽器は多分少し重ためかもしれないです。軽くはないです。そうなんだ、はい、なんか1万5000ぐらいだと軽く吹いてポンってなるイメージがあるけど、ちょっと重ためなの？やっぱりセッティングがちょっとやっぱり軽すぎちゃうと、普段は2番を吹いてるので、やっぱカツンって行きたくない時がたくさん自分もあるので。なるほどなるほど。なんかちょっと柔らかく吹奏感重めの方が、でリードでちょっと調整するみたいな、の方が自分にはちょっと合ってるのかなと思って、だからすごい気に入ってます。なるほど、はい、でボーカルは？ボーカルは同じヘッケルの、チェーチェーの1番。これさ、俺、はい、結構疑問なんだけど、はい、2番の人でも結構1番使うじゃん。そうですね。それはなんでなの？ただ単に2番をあんまり使う機会がないかったので、今まで自分が。おお、慣れてるからそのまんま、まあ、長さもちょっとね違いますし、違う違う、まあ、低音多いとやっぱ息大変じゃないですか、うん、まあそれもあるし、まあ何にも困ること、なんだろう、悩むこともなく一番使ってます。そうなんだ、はい、俺なんか低音が上がっちゃうイメージがあって、そうですね、オケとかで結構2番使っちゃうんだけど、うん、あ、そう、多分私の場合は2番使っても1番使っても高くはなるので、まあリードとかでどうにかしようかなっていう感じですね。で楽器は、はい、なんかさっきこだわりないですって言ってたけど、はい、まあ、エストリルキーかな、がこう左手についている。そうですね。ぐらい。うん、ぐらいです。もう本当にスタンダードな。スタンダードだ、ね。はい。これは自分であれこれ注文したんじゃなくて、楽器屋さんが注文したのを買った。はい、そうですね。楽器屋さんで入荷したものを吹かせていただいて買いました。気に入ってますか？すごい気に入ってます。ぜひ東京航空楽団に聞きに行ったらね、はいはい、うん、見つけて音を聞いてほしいですね、はい、ぜひちょっと足を運んでいただけると嬉しいです。ちなみに、はい、こうケースを覗いたら、はい、ミュートがあるんですけど、あ、はい、2番吹きならではかなと思ったんだけど、使うんですか？そうですかね。なんか私は結局オケでは1回も使ったことないんですけど。あ、そうなんだ。でもお守りみたいな感じで入れたりしてます。もういざという時には、はい、みたいな。本当に困ってどうしようもなくなったらちょっと入れてみて、うん、うまくいきそうだったら使おうって。はい、もう本当にこれ以上ちっちゃくなんないよっていう時に指揮者に言われたりとかしたら、まあ使うかなぐらいな感じ、うん、って思ってるんですけど、うん、でも本当にいざそういう時に使ってみたところ、うん、やっぱり普段使い慣れ、あ、これで使って練習してないのでだからあんまりうまくいかないんですよ、だから逆に多分息の入れ方とかもなんかいつもとやっぱちょっと変わっちゃうので、うん、結局多分入れてるだけなのかなっていう感じですあ、そうなんだ、はい、じゃあ本番では使ったことない？使ったことないです。結局本当に月日だけが経って日の目を浴びずです。ちなみにリードは自作ですか？はい、一応作ってます。すごい苦手ですけど。材料は何を？材料はメディールとか、あとはラボーロとか、あとはダンチとかをちょっといろいろ混ぜて。え、じゃあなんか、うん、楽器は結構重めって言ってたけど、うん、はい、材料はわりかしバリバリなる感じ？あ、バリバリは割と固めじゃない？ラボーロとか
そうですね、硬めなものが多い中で柔らかいものを使っているっていう感じそうなんだ、はい、なのでかなり捨てる材はほとんど多い、あ、でもその硬い材料の中の柔らかめのやつがいいんだ、はい、が自分は好みです。へえ、二番拭きとしての、はい、こだわりとかアマチュアの人へのアドバイスとかありますか？なんだろう、なんか今日聞いてて思ったけど、今日室内役だけどさ、はい、もう本当に混ざるよね。そうですね、なんか混ざりすぎても良くなかったり、うん、やっぱりこう二番が土台にこうしっかりあっての方がやっぱり木管のセクションすごく聞きやすいし乗りやすいと思うので、あんまりこう怖い時でも弾きすぎないようにみたいなのをちょっと考えたり、でもそれは音色で目立つとかじゃなくて、なんかあくまでもちょっとなんだろう、すごいどっしりしたなんか大きいものがこう座ってるみたいな感じで、あのその人が主張する感じではなく、なんかいるだけでちょっとこう安心するような感じ、うん、で吹けるようには気をつけてはいるんですけど、ちょっとまだまだ勉強中です。もうぜひ東京国楽団聞きに来てほしいですね、はい、本当になんかいろんなプログラムやってるので、聞きやすい曲からちょっとマニアックなものまでやったり、東京といえばミューザだけど、はい、ミューザってなんかこう吹く時のポイントとかありますか？ミューザ、結構アマチュアでもね使うこと多いじゃない。そうですよね、ミューザは本当にめちゃめちゃいいホールなんですけど、やっぱりあのすごく箱が大きいので、すごいよく響く、あ、なんだろう、あんまりこうなんか自分をこう結構孤立してるような感じで聞こえたりするんです。おうおう、だからそう、なんか割とさデッドな感じにも感じるので、そうですね、すごく響いてるっていうよりかは響いてんだけど、うん、行っちゃってるみたいな感じかな、すごい飛んじゃってるような感じなのかなって思う時があるので、まあなんだろう、なんだろう、なんでしょうねなんだろう、まあ他のホールに比べて何か変えてるってわけじゃないんですけど、うん、なんかこう自信を持って吹くことですけどうん、なんかあのちょっとこう一人にされてる感じがあっても自信持って吹くぐらいしかないですね。わかりました。はい、そんな感じです。はい、ではぜひ東京交響楽団、はい、今結構イケイケなイメージがあるんだけど、イケイケ指揮者も、ああ、そうですね、確かにいろんなことを挑戦してるオーケストラなので、はい、ぜひ気に入って酒井さんを見つけて、はい、バンファモットの魅力を感じていただければと思います、はい、ということでエビチャンネル、このようにパブを中心に暮らし込んださまざまなことについて発信していきます。よかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。